来月6日開幕の夏の甲子園に出場する仙台育英の野球部が郡仙台市長を表敬訪問しました。夏の甲子園は2年連続30回目の出場となる仙台育英。副キャプテンや寮長、応援団長ら5人に対し、郡市長は再び優勝旗を持ち帰ってほしいと激励しました。昨年の夏を優勝して、全国のチームから追われる立場ということになっているんですけど、そこはあまり考えずに、目の前の一戦一戦、一戦必勝という言葉を大切に、2度目の初優勝という言葉を、合言葉にして戦っていきますので、甲子園でも応援よろしくお願いします。仙台育英の選手らは31日に大阪に移動する予定です。大会は来月6日に開幕します。